今回は友田明美さんの「子どもの脳を傷つける親たち」という本を読みましたので紹介させていただきます。序章「健全な発達を阻害する脳の傷つき」「心と脳の密接な関係」「傷つく子どもの脳」「子どもの減少に比例しない虐待数」「子ども虐待の社会的コスト」「脳科学から見守る子どもの発達」第1章「 日常の中にも存在する不適切な養育。心の発達障害とは、心の発達を妨げる不適切な関わり。マルトリートメントという考え方。どんな親でも経験があるマルトリートメント。身体的マルトリートメント。体罰はしつけなのか。屈辱という心への暴力にもつながる体罰。性的マルトリートメント。 表面化ししににくい被害に苦しむ子どもと性の関わりについて親が考えるべきこと、ネグレクト、子どもの健康と安全を脅かす、脳の健やかな発達を促すスキンシップ、ネグレクトなどによる愛着障害を防ぐには、スマホ育児をネグレクトにしないために、 精神的マルトリートメントとは子どもの人格を否定する言葉はしつけにならない子どもは親からの評価があってこそ健やかに育つ全面 DV 良心間の暴力暴言を見聞きすることより脳に大きなダメージを与える言葉の DV 外から見える傷はなくても脳は傷ついている 代理ミュンヘンハウス症候群、注目を浴びたいために子供を傷つける。第2章、マルトリートメントによる脳へのダメージとその影響。トラウマが子供の発達を妨げる。体罰によって萎縮する前頭前野。性的マルトリートメントによって萎縮する視覚やダメージが起きやすい脳の感受性器。 暴言によって左大する聴覚,聴覚や全面 DV によって萎縮する視覚や報酬ゲームから見えてきた愛着障害の弊害生き延びるために適,適応しようとする人間の脳マルトリートメント経験のあるなしによる脳の違い第3章 子供の脳が持つ回復力を信じて脳の傷は治らないのか薬物療法と心理療法子供の心を支える指示的精神療法記憶や感情を整理し新たなイメージ付けを行う療法遊びを通してトラウマを克服する遊戯療法トラウマ処理のための診療法 レジリエンスを伸ばすための研究。外傷後成長を促す。ケーススタディ第4章、健やかな発育に必要な愛着形成愛着とは愛着の3つの形安定型、回避型、抵抗型愛着形成のプロセス愛着障害とは反応性愛着性障害と 学生性型対人交流障害。愛着障害と発達障害との違い。愛着の再形成を促す。必要とされる親へのケア。ケーススタディー。就職。マルトリートメントからの脱却。負の霊差を足し切るために。マルトリートメントを予防するための新しい試み。親の養育能を 育むオキシトシトン子どものためにできること、求められる養育者支援、社会全体で見守りたい子どもの心の発達、はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました